でいきなり言う本番なんですか、田舎の。どういうこと。まあ俺行ったことないんでよくわかんないですけど。ああでもこういう絵がいいんすよね。まさに水曜どうでしょう。え、いつからロードムービーになったんですか。いやだって僕は面白いテレビを水曜どうでしょうみたいになるって思って、はい、あ、そうなんですか。もう2つ返事でやり始めた。残念ながらこれ面白いじゃないんですよ。ガチプレイヤーへの道なんですよ。そうそう、いやもういろいろ突っ込みたいところが満載で朝から渋滞してるんですよ。まずなぜ車の中からかっていう。ああ、はいはいはい、これはね、はい、いつも乗ってる飛行機が欠航しちゃったんですね。欠便っていうんですかね、はいはい、まあ最近よくあるんですけど。そうですね、まあでも抽選には確実に、抽選はもう絶対無理なんで、はい、でなおかつ回転もギリってことで、はい、今回はね車の中でオープニングをやっちゃおう。いやそんなことより、その髪型何なんですか。 あ、これ、はい、これね、もともと僕こういう頭だったんですよ。あ、そうでしたっけ。実は25年ぐらい前ちょっとね、髪を伸ばす生活に疲れちゃったんです、はい、めっちゃ長かったですもんね。だってそうです。え、もうロン毛卒業するんですか。いや、それは分かんないんですけど、はい、正直ね、こっちの方が楽は楽なんですよね。え、じゃあ今後その髪型で行くんですか、うん、しばらく。まあ半年ぐらいはそうなりますよ。僕が好きなバンドのね、レイジアゲインストザマシーンっていう、はい、そのボーカルにねそっくりなんですよ僕。実は真似たっていうことなの。真似は25年前のルーキー酒井さん。あ、木村魚拓さんじゃないんですね。木村さんじゃないです。あ、木村さんに憧れてみたいなことではないんです、ね、はい、そうです。ちなみにこれ見たの牧子さん以外であなたたちが最初なんで。あ、本当ですか。早めにアップした方がいいですよ。いや、これそんな誰も知らないですか、世間。ですけどそんなに価値ないと思います、はい、別に。なんで下ろした俺の髪型変わった初回放送だぞみたいな感出されてもだって別にそこにそんなに重要ないと思うんですよ。普通の人が髪変えたんなら、はい、別に大したことないかもだけど、はい、宿毛矯正やってた人がこうなったらやっぱみんなビビると思うんですよね。あ、わざわざあれって宿毛矯正してたんですか。もちろんです。僕癖っ気なんで。そうですよね。だって2日前も僕ご一緒してたんですけど。そうなんですよ。48時間前実は一緒だった。普通の髪型、はい、いつもの通りの大きさだったのに。あの次の日に。あ、もともともうそう決めてたんですか。いえ、思い立って朝起きた瞬間に決めました。あ、もういいややっちゃおうつって。それだとあれですね、やっぱ沖さんって思いついたらみたいな感じがあるわけじゃないですか、うん、突然だからもう来月には俺もガチプレイヤーやめるからとか言い始める可能性ありますよね。それだけはないです。そうなんですか。はい、伊藤慎さんに俺言ったか分かんないですけど、はい、あんま喋りたくないんですよ人生で。何言ってんのこの人。違うんですよ。ずっと喋ってるよ。だって喋るなって喋ってるじゃないですか。ホールの中で俺喋りたくないんですよ。ずっと喋ってますよ。だから、はい、ガスプレイヤーになりたいっていう、そこが元々のなんつうのかな、スタート地点なんです。あ、なるほど。僕の科目に行きたいんですね、もっと、うん、そうそれで成り立つようにしたいから、はい、こういうなんつうのコンセプトでやらせてもらってます。あ、そうなんです。そう、誤解されてるようなんですけど、ほう、沖さん自身はこの番組ガチプレイヤー目指して頑張られてるじゃないですか、はいはいはい、ただ世間の目はドバラエティだと思われてますよ多分この番組。違う、それは、はい、伊藤慎さんの軽快なトークがあるからよ。いや違う、やってることは、はい、多分あれですよ。あ、まあ確かにね、ちゃんとやってるし目指すところはそうなんですけど、そう、結果も出てるし今のところね、ある程度。そっか、前回はプラスでしたもんね。そう、はいはい、だからね、ただ奥さん今回もうピンチですよ。だって抽選受けられない、はい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 、おそらく打ちたいようなスロット代は着いた頃にはもう全部埋まってると思うんですよ、はいはい、だからまた今日これで一歩出禁から遠のきました。いや大丈夫だと思います。え、なんでですか。秘策があるんですか。秘策ありますね、正直。おう、前回、はい、事務所挨拶行った時の会話覚えてます。俺言ったんすよ、はい、店長さんに、はい、
スナイパー青で行きません？はいはい。でだとしたら今日スナイパー青の可能性あるんですか？青の可能性あるんですよ。あ、おねだりしちゃったと。おねだりはしてない、おねだりはしてない、まあ、青が見たいなって言っただけのスナイパー、はいはい、まあ別にこちらは1でも上等ですよ。もちろんもちろんところで言ってますけど、だって1でも勝てるんでしょ。まあ、違うっけ。いや1でも勝てますよね、まあ、2からだったら確実に 104% って言われてる感じなんで、はいはいはい、まあ1でも 100% 超えるとは一応言われてますけど、うん、だからもし青が空いてたらそれ、なるほど、青になってんじゃねえかと。で青になってた時にはワンチャン、だって半笑いだったよ。はいはいはい、半笑いだった。なんで半笑いか教えましょうか、うん、スナイパーもうないんです。えでほらもうそういうチェックもしてないでしょ、ガチプレイヤーの方は。やられた。やられてないのよ。やべ、太陽開花にマークされ始めたよ。違う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 、やられたマジっすか。ないんですよ、設置なくなってましたよ。新花火とかは新しく入ってますし、ああ、はいはいはい、朗報がございます。奥さん今日狙うんだったらニューパル現代した、やっと14台に増大してます。何がニューパルが、うえマジで言ってるの。ちょっと選ぶの大変っすね、14台もあるんで。マジで言ってるの。マジで言ってます。いやちょっとパルサーマジで勘弁なんで、俺パルサー打つなら J 打ってます。あ、まあまあまあ、まあJ はやっぱ台数ありますからね。 J の空き台攻めますわ、うん、もう本当に本当に、とにかく、はい、今日はちょっといつもと毛色はもう違うわけ で、ね、スタートから全てが違う、はい、環境も俺の頭ももう何にも違うんで、はい、ちょっと番外編的な、はい、ちょっと待って、扱いで。いやそもそもこの番組自体が外編っていうか番外編なわけじゃないですか。こういうイレギュラーなことにも対応してこそのガチプレイヤーですからね。もちろんもちろん、そういうことです、はい。じゃあホール近くなったらもう一回回しますか。もう回さなくていいか。いや十分いいよね。いやそれあんたが決めることじゃないのよ。来た瞬間本番って田舎のヘルスじゃないんだからもう一回言っとくよ、ね、うん、本当に。じゃあそういうことで、はい、わかりました。一旦止めますんで、はい、後ほどまたお会いしましょう、はい、後ほどお会いしましょう。ありがとうございます。さあちょっと遅れましたが入店でございます。いや後ろ姿が凛々しいですね。いやそのソバージュの違和感あります。いや違和感しかないですよあちょっと今日比較的空いてるじゃない。いやあるよ、だからいいよ。いやいや一応データ見ましょうよ。でいいって。なんでニューパルサーのデータもう俺見ないって本当に。なんで、あ11の13とかこれじゃない。それいいんじゃないですか。これいいんじゃない。はい。いや伊藤新さん違うんじゃない。やっぱあのちょっと触る、どうせ沖さん粘んないですから、ちょっと打診打ちするんだったら別にこっからでいいんじゃないですか。まあまあまあそうっすね。さあ実践開始でございます。はい、お店に着いたのは若干開店から少々遅れちゃいましたが、はい、実践開始時間はですね普段と変わんない、はいはい、むしろ普段より早いんじゃないかぐらい、まあ、若干早いかもしれないっていう感じですね、うん、普段はね台取った後オープニング取ったりしてるんで、はい、一応抽選受けたんだけど最後尾に近かったって考えれば、そう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 、別に問題ない感じじゃないですか、ね、全く問題ないです、はい、全く問題ないです。ブドウ数えないですか。いやもう数えてますよ心の中で。やいのやいの、いやいや、やいのやいの、まだそんな言ってないですよ。いやもうすでに数え始めてますから。ただこれすごいファーストインプレッションむちゃくちゃいいっすね。ブドウが落ちるってことですか、うん、あの最初の50枚、まだ25枚しか使ってないのに今もう38ゲームです。あ僕こういう台大好きなんですよね。まあだからそれが100ゲーム後には意見が変わってるところがまた特徴的ですけどね、はい、なわけないじゃん。あだからそのテンションを午前中続けていただけると。あはい、まあ正直出玉次第ですからね存じ上げておりますよ。はい、だって J の場合挙動云々とかじゃないじゃないですか。もうボーナス引くか引かないかだから。まあそうですね、うん、
なんで今日前を打っちゃダメなんですか。いや、前からでいいのかなと思ったんですけど、今日がダメっていうことで。でもじゃあ奥さんが前ジャグ打ちたいのって、はいはい、今日はいつもよりなんか朝のお客さんが今までよりはちょっとなんか少なめな印象があって、空いてるからいつもより前ジャグの環境がいい、だから打とうっていう、そう、そういうことじゃないですか。はい、そういうこと。環境関係ないじゃないですか、言ったら。いや、設定と環境は別に比例しないので。設定と環境は結構比例しますよ。いや、だとしたら、もし比例するんだとしたら、おお、しかも、しかもゴーゴー、ゲーム数が55G、これは朝一関係ないですもんね、55ゲームはプレミアムオンじゃない。チェリーチョークか。チェリーレグは関係ないですから、設定あんまり。嫌な予感するな。いや、早いでしょ。だってまだ80ゲームしか増してないですよ。で、1回当たってんすよ、化けが。いやー、朝ね、音が鳴らなかった時点で若干嫌な気はしたんすよ。え、どういうことですか。こういう直感むちゃくちゃ当たるから、よく覚えておいて、伊藤仁さん。はいはい。え、今のセリフ、どういうことですか。前回も言ったよね、このラテの空き容器を、はい、もし伊藤仁さんが捨ててくれるなら今日勝つよって。ああ、はい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 、ズバピタ当たりました。まあ、はい、見事当たりましたね。はい、はい、そういうことなんですよ。どういうことですか。一発目のチェリーチョーフクレグの、はい、告知が学校って言わなかったから、言わなかったでしょ、はい、もうその瞬間に若干嫌な気はしてます。ああ、はい、あれって。まあ、見てくれてる人たちには発言がピタッとはまったところだけが使われがちだから、はい、皆さん気づいてないとは思うんですけど、あ、大木さんの言ってること当たってるって、さもね、印象操作でそういう風に作られてますけどあのネガティブなこともポジティブなことも織り交ざってんすよ、いろいろ。いや朝の僕の直感ってマジで当たるから。じゃあこれは出ないんですね。若干ね、まだ分かんないいや、だから逃げ場ありありじゃないですか、それだとつまりどっちにも取れるってことじゃないですか。どっちにも取れないですよ。ファーストインプレッションはあんま良くないなっていうだけ。それかといって事実だから。あ、事実は、まあ、ファーストインプレッションはね、うん、でもファーストインプレッションが悪くても出ることもあるわけですよね。もちろん。ああ、ただあんまないっすなんだろうね、あの直感っていうか感覚。ガコると思ったんですよ、僕実は。ああ、まあ手止めましたからね、うん、って思ったら来なかったっていうのが、はい、うん、もうすでに若干ずれてんだよね。でもさっきの奥さんの発言で、おい来た、おい来た、おい来た、今日は直感が外れる日ですね。はい、レグ。あ、単独じゃない、単独、チェリー、チェリー抜き、あ、ブドウ抜きました。単独レグじゃない、今単独レギュラーじゃないですか。単独レグっていいっすよね。マイジャグならです。ちょっと待ってくれ、マイジャグの話なんですよそれ。本当に、あ、まあ、あの、まあ、レギュラー引く分にはいいですけど、あの、マイジャグは単独のレギュラーには大きな設定差がありますけど、うんうんうん、別にあのこのアイムに関してはマイジャグほどの差はないです。え、マジっすか。え、ちょっと待ってくれ。え、俺知らなかった、マジで知らなかった。いや、あの、そこから、いや、そこからっていうか、もういいっすか、ゲーム数も74ゲームです。 74G、 はい、失礼。え、マジっすかマジです。うわー、それ本当に知らなかったっす。いつも言ってますけど、レギュラー選考台は僕はあんま好きじゃないけど、はい、合算が6をぶっちぎってる時点でもう絶対的に5です。はいはいはい。レグがいいからじゃなくて合算がいいから続行、この台は。はい、そういうニュアンスになりますね。はい、まあ特に異論はないです。はいはい。先告知の時チェリー狙った方がいいですか、直で揃えた方がいいですか。まあどちらでも好みでいいんじゃないですかって思います。昔カッパくんが、まあ、昔カッパくんがね、実験したんすよ。はい、ほとんど変わんなかったっすよ、チェリー狙うのと外すのとね。はい、51ゲームビッグボーナスです。まあまあ、ビッグ引いたからってそんなもう言いなさんなよ、こんな日常なんだから。これはめっちゃ喜んでるじゃないですか
喜んでないって。いやいや、めちゃくちゃもう後ろのソバージュがそよ風に揺れてるかのように。ソバージュじゃねえっつってんだよ。ソバージュでしょそれ。内藤安子じゃねえんだから。いやちょっと待って、ザック・デラ・ロチャなんだよ俺は。ザックなの。ちょっと待って、ソバージュといえば内藤安子っていう、それがおかしくないですか。内藤安子か千堂明穂しかないでしょソバージュは。何言ってる。千堂明穂懐かしいな。192ゲームで31回。ブラーほら閉店君が来た。ご機嫌っすね。それはガッサン64だから僕こういう台大好きなんで。いやもうよだれだらだら垂らしてる感じですね、はい、もちろんです。まあ今のところ直感は一つも当たってないですけどね。そうかな果たして。そうは思えない。いやでもまあいいじゃないですか。嬉しい裏切り。嬉しい誤算、はい、嬉しい誤算。そうですね。いやこれ早めの休憩あるぜ下手したら。え、もうしたいんですか。いや、うん、この連チャン中はしたくないですよね。いや連チャンとかないし。いやしてんじゃん今。オカルトやめてもらえませんこの番組で。いや別にそれは意図的な連チャンだと言ってるわけじゃないです。事実を言ってるだけなんで。童貞が初めてソープ行った時じゃないんだから連チャンなんかないでしょ。今日なんか珍しく下ネタ言いますね。下ネタ NG でおなじみの沖さんがだいぶご機嫌じゃないですか今日。いやそれは合算71分の1ですからご機嫌になりますよね。めちゃくちゃ喋るじゃん。あと本当俺黙ってたいってさっき車の中で30分前に俺喋りたくねえんすよって言ってた人のセリフとは思えないです。いややっぱ伊藤新さんがうまいんじゃない。え、何言うで。俺別に沖さんに喋らせようと思って喋ってないっすよ。まずいな。早い早い早い。まずいなっていうの早い。でもレンにパンチがないんだよな。いや十分あるでしょ。朝から2000円分で3連、うん、結局都合3連してるわけですから。あ、ひょっとして伊藤新さんの中の J 連って100字以内ですか。あ、まあ一応そう。定義は。はいはい、そうです。え、沖先生の場合は何ゲームなんですか。違いますね。41ゲームです。なんでその中途半端さ。いや、そういう台が向こうが丘遊園にあったんです。あったんです。あ、しまった。緑色のね、某 J がね。はいはいはい。まあ41ゲームまでがチャンスゾーンでね。その戻しが78ぐらいまであったんですけど、はいはい、いやー落ちてきたな113。合成確率が113分の1に落ちたので若干テンションが下がってる不合理な沖さんです。序盤ではだってこれボーナス3回引いてるわけですから。序盤に違う序盤にってそんなアクセントで喋りました。序盤にって言ったんですよ。ジョバンニって言ってない。言ってない言ってない。俺好きな言葉なんだよねジョバンニって言葉。すごい結構やっぱ響きに敏感ですよね。めちゃくちゃ敏感です。でも僕の記憶が確かなら、はい、この今打ってる沖さんのこの J の島の右角は常に出てるんですよ、はい。ああそうですか、はい、ですけど今日は今のところちょっと今のところ出てないでしょ、はい、今670ゲームでレギュラー2回だけっていう、うん、ただなんだろうずっと毎回出てるんですけど、はい、毎回突き抜けてはいないんですよ、はあはあはあ、だからここもうなんか見せ台じゃないけど、まあ、中間以上は入れてっけど常に、ね、トップは入れてないのかなみたいな感じでずっと見てました。トップはい、いい言葉っすね。俺トップ狙ってんすよ常に。いやそうでしょうね。トップっていうのは一番上ってことね。はいはい、ジャグラーを選択肢に入れてる以上、はい、トップにたどり着くのは、はい、なかなか難しいっすよね。そうっすかね。だってじゃあお店の状況的に16で使うお店ってほぼないじゃないですか、うんうん、沖さんが店長だった場合、はい、5と6どっちメインで使いますってなったらどうします。いや絶対5です。そうですよね絶対5です、6用にする意味があんまりないとは言わないけども、うんうんうん、お客は喜ぶけどでも6を入れた分高設定の数が減るんだったら他で割り食っちゃう。だったら5の数増やした方がお客さん喜ぶんじゃないかなって思うんで、うん、思うそうなるじゃないですか。だからまあトップを目指す以上 J だと難しさはありますよね。J トップはむずいってこと。
まあでも前よりは前ジャグ狙うぐらいだったら、まあ、こっちですもんね。そうこっちの方がまだトップ率は高くなると思うんですよね、まあ、合成確率が140分の1を切ってる間は絶対やめませんって言ってたんですけどね、はい、もちろん、はい、もうあと20ゲームほどで、まあ、それも超えてしまうんですけど超えてしまいます、はい、まあここは耐えどころですね。そうですね、はい、まあ、240ゲームで耐えどころっていうのもどうかと思いますけど、いや僕も成長したでしょ、はい、はい、成長、あのまだまだ成長したよね、まだまだですよとかって初期の頃は言ってたと思うんですけど、はいはい、やっぱり沖さんの気持ちももうこっちはもう分かってるんで、これやっぱ盛り上げていかないとっていうね、さすが、ここ耐えどころなんですよ。いやそうなんですよ、まあ、5000ゲームでまだ足りないサンプルが、あ、来た、460、ここね、泣き、うわー泣かないか、泣かねー、マジかー、ビッグだ、ラッキー、よかった、と追加投資50枚じゃないでしょうか、はい、このコインが飲まれたらやめます。さすがにこのコイン飲まれたらもうナイス。いやでもこのコインが飲まれる間にレギュラーを3回引いて飲まれるみたいなパターンだとまたちょっと悩ましいですよ。なるほどなるほど、確かにそうなったらね、600ゲーム回したか、皆さんのためにも休憩行った方がいいかなと思いまして、ご自身のためっていう、いやえ、ただ俺もタバコ吸いたいからそろそろ行こうかって言ってくれたら、あ、じゃあ行きましょうかになります。あ、すいません伊藤慎さん、はい、僕タバコ吸わないんですよ。あの紙巻きかどうかって別にどうでもいいんですよ。いやダメ、原始人じゃないんだから。いや紙巻きタバコなんか吸えるわけないじゃん。ちょっと待って、原始人じゃないんだから。じゃあ5年前まで吸ってましたよね、でも紙巻き。原始人だったんですよ僕ジャワ原人だったんです。本当にいやいるんだよなそういう人。あの喫煙者の方が何だろう、非喫煙になった時のそのバッシングの仕方がえぐい確かにそうっす、まだ吸ってんのとか言うじゃないですか、はい、意外とむちゃくちゃ言います。これ100ゲーム、おい、来ました。不思議なもんで、これ100ゲーム、不思議なもんで、うわ本当に恐ろしい俺。いやいや、あの言ってください答えを、今何て言おうとしたの。不思議なもんでこれ絶対、はい、これ100ゲーム以内にほぼ来ますねって言おうとしたの。あのそうだから光る前に言ってくんないと、不思議なもんでこれ100ゲーム以内に光んなかったらみたいなこと。見たな今のいやこっちなんですよ、後出しじゃんけんの疑惑ありますよこれ。え、それで休憩まさかの。なんで悪いの。いやいや何が悪いの。いやじゃあ俺びっくりした。じゃあこれが B か R か、直感はどうなんですか。あ、直感で言いましょうか。はい、お願いします。 R です。うん、いやちょっと微妙っすね。B の可能性全然あります、ビッグの可能性もレグかな。いや微妙だ、正直どっちでもいい。いやそれこれレグだったら、さ見てる全員が思ってます。これレグだったら納得のレグこれレグだったら納得のレグだから、納得まあその納得のレグってそんな標語になってるんですか。答えはタバコの後で。僕どっちって言いましたっけ。いやどっちでもいいように言ってました。あ、レグだった。納得のレグです。まあまあ納得のレグですねこれは。はい、これじゃあ言いますわ。はい、言いたくないけど。あ、100ゲーム以内絶対引かないです。あ、本当ですか。絶対です、はい。さっきまで100ゲーム以内でしか引、はい、100ゲーム以上超える気がしなかったです。はいはいはい。はい、万が一引かっちゃったら、いや奥が1だね。うん、もしくは中が一だよバレーのじゃあなんでそこでなんで中が一出てくるの。万が一から。いやいや、まあ中が一って万が一奥が一中が一っていう、はい、略があったんですけど、誰が言ってたんですか。いや僕が言ったんですよ、はい、僕が作った。すごいな。いやこれでな、また100件も超えたらほらねって言われるのが腹立つんだよな。いや言わないですよ。いや、言うときあるじゃないですか。当たり前のことだから。ああ、なるほど。別に太陽が毎日昇ったからってほらねとは言わないのと同じってことですね。
心の中でのホラーにいただきました。飲まれると厄介ですね。飲まれたら多分やめた方が無難っすね。え、やめるんすか。やめてじゃあ移動したとしますよね、はい、そしたらこの遊び台よりもいい台に座んないと意味ないじゃないですか。チャレンジはできるよね。ああまあまあまあ、次の台トップを狙うためのチャレンジができるんで。ああなるほど。そういう意味ではなんか僕はチャレンジも悪いことじゃないかなと思うんですね。でもチャレンジはリスクはつきまとうわけじゃないですか。そうもちろん、はい、もちろん出てきたな角。うどんが180個だとしたら1000ゲームで 5.55 です。あ、そんなもんすか。はい、今じゃあジャスト 5.55 ですね。なるほど。1000ゲームジャストで、ブドウが180ジャスト 5.55、 まあ6以上ですね。じゃあしばらく見てもいいかな。出る台は飲まれないの法則から言ったらさ、いやあと僭越ながら、はい、奥さんにガチプレイヤーの道を目指すのであれば、はい、その打ってる台の挙動だけで判断するのももちろん大事だと思うんですけど、その座ってる台の根拠も大事じゃないですか。あ、はい。で、まあ、そもそもこのお店に来てるって時点でまずお店選びは間違ってないじゃないですか、はい、今までの実績考えても。それはそうだ。でそれと同時に前日の出てる台っていう据え置き狙いっていうのもまあ概ねこれね、前日出てないから言ってんすよ、不安なんすよ。あ、だからまあ要するに前日負けてんすよおそらく。お客さんは逆に言うとこれで浮いてなかったらブドウ確率が悪かったっていう考え方もできますからね。あ、しかももう400超えるな。ちなみに昨日のデータがこちらです、はい、おショイプラです。浮いてんじゃないですか。6000円か7000円しか使ってないですね、はい、だからまあギャップ考えても最大の獲得枚数何枚ぐらいですか。最大、あ、700か800ですかね。やめです僕も、はい、絶対やめです。ナイス。いやさすがにないっすよ。これ打ってよしだったら他の台何歩でも打てる台ありますから。相手はいるんですけど。え、これですか。あ、3の1だから剛性がいいから。そう、僕自分がキープした台打ちますよ。真ん中で申し訳ないけど。勝てる台に座っていただけたら何の問題もない。勝てる台これっす。勝てるとしたら。でもここのジャグで反応してくんないと、うん、もうなんか難民になりそうですね。いやいやいや、なんないっす、なんないっす。こんだけちゃんと立ち回れるんだったら。え、ちょっと待ってください。今のところちゃんと立ち回ってる感じですか。もちろん。あ、いやー、やめかなこれ。早いって。いやいや、え、だってまだ100枚使ってなくないですか。多分ですけど、この台をそのスピードで移動するってことは、はい、次に移動した先ももうそれ以上投資できないですよね。だ200ぐらいまで回します。まあ、マジ何がおかしいのよ。そういうことでしょうよ。いや、まあまあそういうことになりますよね。そういうことです。いや、そういうことです。だ、確認の微笑みです。ですよねっていう。でしょうねっていう。そりゃそうっしょ。でそれ繰り返すんですか。今日1日中200ゲームずつ繰り返すわけないじゃないですか。そんな200ゲーム打っては当たらず。当たらずって決めないでください。もうやめ。もう 5台ぐらいいってほしいっすね。1000ゲームストレートハマり。うさいなあ。もううるさいな。もう俺セッティング待たないかんね。いやいや、いいです。いや、ちょっとセッティング前にやめるのだけやめてください。あ、その可能性出てきちゃうんで。このスピード感だと奥先生朗報です。ほう、狙ってた後ろの角台開きましたけど。いや、だからもうその台はないっすよ。え、ないんですか。じゃあデータ言いましょうか。はいはい。546ゲーム、はい、2の3。あれ、合成109分の1。ちょ早く早く。ちょ
俺この台だって言ったじゃん朝。そうなんですか。もう絶対これっすよ。絶対これですか。これ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 。前日は5412ゲームで、前日関係ないです。5174、20の11、はい、もう上げです。全然ないですね。上げです。ね、絶対上げなんですか。絶対上げです。今日もなんか絶対が安いっすね。安い。もう絶対しか言ってないっすよ。絶対の大安売りだよ。今日は絶対の大安売りなんですよ。そんな誰も求めてないですよ、絶対の言葉。僕が朝直感でこの台じゃないかって言った台についにたどり着きました。伊藤新さんが見つけてくれたんですけど。これ何ゲームまでやってくれるんですか。光るまで打ちます。あ、マジですか。はい、500ゲームハマっても、まあそれはハマんないですよ。あ、絶対光る前にはやめないですよね。絶対ではないですね。世の中に絶対ってあんまないんです。絶対の安売りじゃなかったんですか。絶対の特売日なんですけど今日は。これに関しては絶対じゃないですね。そう、ポイント2倍デーなんだけど、はい、これに関してはそうじゃないです。なるほど。ただまあまあ500ハマることはないです。言ったらここからがスタートなわけですよね、大木さん的には。まあある意味ね、ある意味そうですけど、はい、おかしいな、こんなハマるつもりなかったんだよな。こんなハマってないですね。でもやっとこう粘る台がたどり着けたわけじゃないですか、大木さん的に。いやー、ちょっと待って、嘘でしょ。いや当たる、いや当たるまで当たるまでは絶対打つし、絶対打つ。500ゲームハマるなんてこともほぼありえないし、ない、うん、って思ってる。だからもう一応この台で後半も行くぞって決まったわけじゃないですか。そうです。まあ、いつが後半か分かんないですけど、はい、だからまあそろそろ時間なんでお昼行きます。台も決まったことですし。あー、そうですね、はい、そうしましょう。だってこのままだと当たるまでって言ってたらいつまでたってもお昼ご飯食べれない可能性あるんで。そんな時間ですか。もうもう12時は過ぎてんじゃないですか。あ、マジですか。はい、過ぎてんの。12時40分です。え？だからやっぱちょっと真剣に立ち回りすぎてて時間忘れちゃってんすよ。完全に忘れてた。俺の感覚まあ11時半ぐらい。そんなことないじゃん。もう5代目なんですから。あ、マジっすか。4代目か。じゃあ行きましょう行きましょう。はい、じゃあお昼ご飯行きましょう。